6番クゼゴージュ・フィリポウスキーさん、ポーランド。 Number 6 representing Poland, Gregory Filipowski。 世界トップの実力の一人、フィリポウスキーです。8つある要素のうち、最初はコンビネーションジャンプでいきます。トリプルアクセル、ダブルとはできない、シングルトーループになってしまいましたね。スピードがない、トリプルループですね。2年前の世界選手権第3位。ダブルアクセル、拍手が起きています。立ち上がりの失敗を最後はこう気力で挽回していきました、グゼゴーシュ・フィリポウスキー。場内の歓声に応えます。最初のジャンプ、ここでもうすでにあの回転回り3回転半以上回っちゃってますんで、次のが飛べなかったですね。タイミング外してます。まあ、あと他のものは一つずつは非常にいい出来だったと思いますね。フィリポウスキーさんの得点、得点が出ました。まあ、あのステップから直ちに飛ばないといけないトリプルジャンプという要素があって、今回あのフィリポウスキー選手の場合にはトリプルループを入れたんですけれども、まあ、ちょっとあの非常に構えてからトリプルループを飛んだということで、その直ちにという解釈にはまらなかったということで減点したジャッジがいるんじゃないかと思いますね。そしてプレゼンテーションが出ました。オリジナルはペルシャの市場にてのメロディに乗っていきました。ポーランド、フィリポウスキー。